今回は子猫コーヒー全5種ラインナップは「チャネコアメリカーノ」「黒猫エスプレッソ」「チャネコラテ」「白猫モカ」「白猫カプチーノ」の5種類になりますで今回出たのが「黒猫エスプレッソが2人やん」と「白猫モカ」が出ましたで正面横後ろでまた横最初に白猫モカ前面にお菓子がついていて自分この形を見るとバームロールを思い出しちゃいますで後ろには角砂糖が2つ カップの中に子猫入っちゃってて、波紋ができちゃってます。続いて黒猫エスプレッソ。付属の葉っぱはラテアートで使うリーフでしょうか。で、その横にコーヒー豆があって、後ろにはスプーンがついています。黒の子猫、しっかりエスプレッソに使っちゃってます。コーヒーカップの表には特に何も書かれていないんですけども、後ろ側に快楽コーヒー缶と書かれてあります。ということで今回は子猫コーヒーをご紹介しました。動画毎日投稿しているので、お時間ある時にでもご視聴ください。